おはようごござざいいまますすので現在ですね私の YouTube チャンネルがもうすぐ1万人になるんですねでこの1万人というチャンネル登録者数のインパクトっていうのはどのぐらいあるかってことを、まあ、単純にね金額で表してみましょうかチャンネル登録者数の方が1万人いらっしゃるとですねまあ広告収入っていうのはね大したことないんですようんいつもお話ししますけども広告収入は5万円から10万円の間なんですけどもこの視聴者さんから売り上がってくる 売上ですね私とても物を売ってるに見えないでしょでも月間100万以上売れてるんですよここからすごいですよねだから100人チャンネル登録者数の方がいると、まあ、1万円事前後とか売り上げる可能性があるのかなと思ってますよねただやっぱり100という単位よりも100が100集まった1万の方が密度とかそれから影響力とか説得力ってのは大きいんだろうなと思います皆さんいかがですかね100人というチャンネル登録者数と1万人というチャンネル登録者数 どちらの方より見てしまいますかね。 っていう心理も働くんですよねさあそれで最近なんですけども生活保護をテーマにね、えー、語っているあやさあちゃんね東京の綾沢ちゃんシングルマーザーでお二人のお子さんがいらっしゃって私もね何度かお会いしているんですけどもこの綾沢ちゃん、ね、付き合いはもう結構長いんですけども彼女のねチャンネル登録者数が60人から70人の時に私が、ねえー、先週生活保護でこういう,ふうお話をしている方がいるよっていう,ふうに紹介すると、まあ、なんとですね再生数がそれまではまあ100も満たなかったんですけど今ね800から900に伸びてるわけなんですよ。こういういにチャンネル登録者 1>, 1万人のところに動画が紹介されるメールマガジンが紹介される何がしかの商品が紹介されるってことはそのぐらいのインパクトがあるわけなんですよねで現在綾さちゃんチャンネル登録者数まだ100人いってないんですけども再生数は数百に及ぶわけなんですよ、まあ、こういうふうにしてですね自分の YouTube 活動なりメールマガジンとかそれから SNS 活動これを加速しようと思ったら自分よりもアクセスが高い人にどう取り上げてもらうかってことになっていますさあそこでですね今日のまとめなんですけども速果塾に属している方は希望すればどなたでも プラスアルファの費用かからずに私がまあ 毎日のように紹介していいることとこですよねもうご存知だと思いますけども YouTube を作って私のところに送ればその YouTube に私のコメント付きで私のこの、ね、YouTube チャンネルで紹介するってことなんでアクセスが高まる可能性が高くなるんではないかなと思いま,すまあもうねあの少なくとも自分一人でやるよりは人に紹介された方がこれはいいですからね、まあ、そういった形でねあのいろんな広格塾があったりとかねコンサルがあったりとかまあいろいろとねこの年末年始ってのは商売のネタってのが多いでしょうけども現実にですねチャンネル登録者数1万人のところに 紹介し,てもらえるしかも何度でも無尽蔵にやればやるほどっていうところはなかなか見つからないんじゃないかな。 思いますねまあ、うちの塾に入ったら儲かりますよとかこんなにメリットがありますよっていうようなセールスはありますけどもいまいちぼやーっとしてですねそしてその塾を運営している方の YouTube チャンネルなり LINEID なりが、うん、そんなに数が多いのかなと思ったら、うん、あまり多くないというケースもあります,す、ね、それから広告を使っている方もいらっしゃいます広告ってのは別に使うなということではないですけど私は広告を一切使わずにここまで来ました広告料を払うぐらいだったらねやっぱり自分でチャンネルを広げた方がいいからなと思,って思いましてねそれから広告料を支払って 何かの宣伝をするってことは、その広告料を回収しなければなりませんから、無料で人を取り上げて放送するってわけにはいきません。まあそういうことでね、やっぱこう、メディアの力、媒体の力っていうのはものすごく強いんだなというふうに感じております。もし私が仮にですね、まあ東京テレビとかね、あの地上波とかに出れるようでしたら、またチャンネル登録者数の方は増えるんではないかなと思いますけども、まあこのまま私はね、自分の YouTube チャンネルを粛々と大きくしていくことで、まあ終していこうかなと思います。さあ、皆さんの方はね、どんな影響力を持って、この社会に訴えかけていくでしょうか。やっぱりね ね、自分の声が届かないあ柳田さんおはようございます自分のね言ってることがね受け取っていただけないっていうこのもどかしさってのはないですよねうんまああの久保さんは、えー、YouTube で影響力があるから こんなこと言わないでくださいっていうね希望もあるでしょうけども私がねそういうこと言わなくなったら影響力なくなっちゃうんでそれは無理な相談ですよ久保さんは影響力があるからと大した影響力ではないですけどもこの影響力を発揮するために私はね時に怒り時に感情的に時にね穏やかにやってるわけなんですよ全て演出が入ってるんですよねでも私が語ることってのは全て自分の心が思ってることですちょっとだけ皆さんの心に届くように強く柔らかく発信するその演出が入ってるということなんですよねさあ皆さんの報道活動これからも期待しておりますそれでは YouTube 部の皆さん、今日も動画いっぱい送ってください。